マックス・オルドです、2024年第1弾ね、じゃーん、ご覧ください。 Z 納車になりました。白です。白 Z です。日産 Z ね、日産 Z。 いつの間に。いや、この Z こうもうずっとね、いつ来るのかなと僕も楽しみしたんですけど、やっと年末、2023年年末にね、納車されました。新車が来たら何をするかって言ったら、もう僕らはコーティングです。じゃん、出来上がりました。マックスオリド白山50ダイヤモンドプラス、パッケージも含めて全部出来上がってきたので、この辺を今日は施工していきたいと思いますが、今日の施工は僕がやるわけではありません。実はですね、このオーナー自らにやってもらいたいと思います。パチ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 もうバレましたね僕の車ではありませんまあでもね、やっぱ新車からコーティングを施すことで、もう新車の輝きをね、もう末永く楽しむことができる、ツヤ感を楽しむことができる、そしてね、汚れもね防止できますし、洗車も非常に楽になります。なのでね、新車からやることすごいおすすめです。さあ、どのぐらい簡単にできるのか、今日も実験してみたいと思います。よろしく。では行ってみましょう。これまず簡単に説明しましょう。これはシングルコートの本当にベースコートなので、比較的買いやすい金額で、施工も一発で済むっていうね。そしてこれがダブルコート、ダブルコートです。でグリーンが、まあ、プロ仕様ということでダブルコートなんですが、まあ、フルセットで、下地処理剤からね、全てシャンプーから全て入っているというセットになります。そしてこっちがダイヤモンドプラスということで、まあ、一番高級になりますが、サイズも M、L、XL と車のサイズによって、使い分けることができます。まあ、M サイズ、一番小さいサイズですが、この車両だったらちょうどいいぐらいで使い切れると思うんでね、その辺も今日試したいなと思います。これも全部セットになっております。そしてこちらが、ホイールコート。こっちの、液剤でもコーティングホイールはできるんですけども、よりホイールに特化した、あの膜厚が厚いね、ホイール専用です。もうこれをつけるとブレーキダストなんかもだいぶね防げますし、洗車がとにかく楽になりますからね、これおすすめで。しかも結構な本数、30本ぐらいいけるっていうんで、これはすごいおすすめですからね。というわけで今日はダイヤモンドコートを施していきます。じゃあね、この Z のオーナーにねやってもらいたいと思いますんで、ちょっと簡単に説明するんで、はい、あとはもう勝手にやってください選手権ですから。本当ですか。はい、僕できます。できますよ。テレビショッピングみたいに僕になんないですか。大丈夫です。大丈夫です。ちゃんとできますか。はい、これ重いですね。重いです。木箱に入ってますから。まあこのね、木箱結構いろんなのに使えるんで、コーティング終わった後もなんかね、こう保湿入れとかなんか他のことにも使えるんで、一応取扱説明書が入っております。付属されております。これを見れば一応分かるようになってますが、まあ、動画を見れば多分簡単に分かるんで、動画をぜひ見てくださいね。じゃあ開けましょうか。オープン。じゃん。はい、このようなセットになっておりまして、ABCD トップコートと分かれてますね。あと硬化剤が入って、このスポンジもいいでしょ。マックスオイルが入って、確かに。でここの下にはなんと、じゃん、これね、一応ここが施工しましたよシールも入ってます。カードも入ってます。そしてエンブレムね、こういうパッケージになっておりますよね。はい、そして付録されているその黒い箱、もう基本的にコーティングするための、材料はこれで全て揃っております。下地処理からシャンプー、イオンデポジットクリーナー含めてね、全部入ってますもんね。あとウエスも全部入ってます。ウエスはもう各セクションで使い切りで、基本的にはもう捨てていくような感じね。イオンデポジットクリーナー、そしてこれはシャンプーですね。シャンプー、はい、これは脱脂剤ね。これは脱脂剤、ブラックのグローブと、一応マスクも入っております。でこの各ボトルで、分けていくんですけど、これもだからもう分かれてます。 ACD トップコートで、もう一個入ってるね。これもウエストがすごい入ってるでしょ。これじゃ、はい、そうです。やり方としては、今もう洗車は終わった状態なので、次やっときたいのはこれをやるんですけど、ただ新車だからやらなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。これは 何かっていうと、ちょっとやっぱり長く走ってる車、乗ってる車、ちょっと古い車なんかは本来コーティングやる前っていうのは磨きやるじゃないですか。磨きをすることで車についた汚れやその小傷、そういうのを取っていくんですけど、これは逆に言うとそれに近いところまで持ってってくれる。車のベースの
その汚れとかそういうのをもう入り込んで、取ってくれる材料なんで、比較的これで大体いけちゃう。よっぽど傷とかが気になる場合は磨きが必要ですけど、そこまで傷大丈夫かなっていうのはもう上からコーティングしていくだけで傷を結構隠してくれるんで、基本的にはこれ使わなくてもいいのかなと思います。まあ、今回は新車ですから、ね、新車ですから、はい、でこれでそのイオンデポジットで、汚れを落としたら、次にもう一回シャンプーで水洗いをして、もう一回乾かして、この脱脂台、これはね結構大事。これは何かっていうと、コーティングするためのやっぱ油分を取り除くことで、コーティングのノリを良くするというね。だからまずこれからやっていきましょうかね、はいはい、基本的にはもうこのウエストでちょっと垂らして、はい、もう全面伸びるから結構、はい、やってみましょうね。レバンタドン息子ちょんちょんちょんと濡れるぐらい、濡れるぐらい、うん、こんな、そうで拭いて拭き取って、うん、はい、ちょっとまずガラスやっとかな、本当結構伸びるから、ボディについてる油分を取り除くため、まあ、ワックスとか取り除くにはこのイオンデポジットクリーナー、これは逆に言うと元々乗ってるコーティングなんかも落としてくれるんで、そのぐらい強力なんです。びっくりするぐらい、これだから一番僕この間コーティングした時に驚いた。ほらもう至るところをやらないとね、やっぱりやりだしたら一日終わんないよ。はい、続いていよいよ脱脂が終わったので、はい、1層目のコート A 液と B 液、これを作っていきます。これはここの A と B、 そして硬化剤、この3つをボトルに入れて蓋をしてシェイク、どうぞ。ボケるんすか、取れました。誰でもできるのを証明するために今日やってるんですじゃあまず A ね、はい、A をいってみたいと思います。ちょっとね、科学者的な気持ちになるから、蓋取んなきゃ。それぐらいわかりますよ、僕は。こいつをここに入れると。落とさないでくださいよ。全部入れちゃっていいですね。全部入れちゃっていいです。はい、入れました。そしたら次は B です。はい、B、いきます。これ、このガラスコーティング、これやっぱここで混ぜることで、より液体の成分を強くする。最初からもう、ワンコート一つになってると、やっぱちょっとパワーが弱い。で、ガラス瓶に入ってないと、あれが出ちゃうんだって、成分が、このプラスチックの容器とかだと。そしてそれを硬化するために硬化剤で、一応ね全部この説明書を見れば分かるようになってるんで、ここに全部説明書入ってますからね。じゃあ硬化剤を入れますね、はい、入れました、はい、そしてこれをつけると。そうです、バッチリよく振ってください。これですか、はい、シェイク、はい、そうです。そういうのは求めてない、普通にこう振ればいいですね。そう、もう大丈夫。水色のロックを取って、そう、あとはこれでちょっとこうシュッシュッシュッとボディからちょっと離れたところにかけて拭いていく、伸ばしていく。で、例えばボンネット半分ぐらいまでいったら裏返してそれを拭き取っていく。もうそれで終わりだ。いや、ほんとほんと。で、めちゃくちゃ伸びるから、まずやってみてください。じゃあちょっとまず行ってみたい。はい、息子、はい、タオルを変えて、これ覚えておいて、このタオルは脱脂用でね。これなんだ、もうちょいいけ、3回ぐらい、ね、基本的にこのシェイクしたボトルは6時間ぐらいで硬化始まるんで、もう使い切りです。ちょっと濡れるぐらい、もうちょっといって、もうあと1、2発、はい、じゃあこれで、はい、各パートどこをやるって最初に決めといた方がいいよ。はい、優しくでいいよ、優しくで。で、ヘッドライトとかもやっちゃって大丈夫です。フロントガラス。これ、やった後拭くのはどれぐらい？あ、もう今あ、もうすぐ大丈夫。拭いて水分を飛ばしてくる。今、ダイヤモンドコートのこのワンコート目はどっちかっていうと、プライマー的な役割、要は次からのコーティングのノリを良くするのも一つの目的であります。もちろんこのワンコート目でもどんどんね、輝きが出てきますが、で、このコーティングのいいとこはムラが出ない、うん、最初そういうとこやんない方がいいですよ。そういうの後でやった方がいいです。そういうことですね。そういうこと、最初綺麗なうちに綺麗なうちに全面やらないムラが出づらいということ。ムラが出づらい、はい。これね、今1層目、散布終了しましたが、もう この時点でね、だいぶちょっとボディのツヤ感が出てきたとか。1層目です。はい、1層目終わったらもう続いてすぐ2層目です。 CD のボトルに C と D、 そして
硬化剤また混ぜてシェイクしてください。もう慣れたもんですよ。そうでしょ、簡単だったでしょ今。もうほら、ただやるところがね、細かいところまでやるとなかなか面倒くさいってだけで。いやでも細かいところにやりたくなりますよ。だけど簡単でしょ。はい、高田氏社長も。はい、 D ですね。化学実験みたいになってます。これは N サイズなので、このボトル半分ぐらいですかね、半分よりちょっと上ぐらいかな。これが L、XL になると、XL になるともう満タンまで入る、まあ、そうすると大型になって2台分ぐらいいけちゃうから。そしたらもうさっきと一緒、はい、でまたあの塗ったところを覚えておくようにして、はい、このセカンドコートまではガラスやって大丈夫、トップコートはもうボディだけ。じゃあとにかくこう同じようにやるってことですね。そうです。よし、じゃあいきます。ちょっとドキドキしちゃうな。はい、じゃあ今ここまででセカンドコートまで行きましたので、もう最後はトップコートね。トップコート、うん、これはもう1液なんで混ぜる必要ないので、スプレーの瓶に入れ替えて、これはもうボディのみ、ガラスはやらないでください。トップコートによってどうなるんですか。もうこれは最後の本当にツヤ感と輝き感と塗るテカ感、これがもう強烈に出てきますから。これ他のあのベースのこうスタンダードのコーティング剤と違って、これ液剤がスペシャルなんですよ。じゃあこれがやっぱプレミアムの違い。これがプレミアムの違い、もう使ってるものが違う、液剤が違うってこと。ということで言えました、はい、じゃあこれを同じようにやるんですか、はい、ガラスだけあのやらない方がいいっていう。はい、わかりました、はい、じゃあやってみます。お願いします。はい、行こう。はい、じゃあ行ってみます。上からね。これもあの塗った後拭き取る。拭き取る。同じように。同じように。はい。で本当に軽くでいいんです。超軽く今やってます。うん、だから黒がすごい黒くなった。やっぱりね。そう。このボンネットまで行っちゃうと、いよいよねどこを塗ったか分かんなくなっちゃうんですよ。パーツごとに分かんなくなりそう。分かる。そう、パーツごとに大事ね。これトップコートを塗るじゃないですか。拭き取り忘れたらどうなるんですか。まあ、跡がちょっと残るかなって。はい、マックソリド、シラザン、ダイヤモンドプラスコーティングが全て3コート、トップコートまで終わりましたが、どうですか、やってみて。いや思ったよりでもね、簡単にできました。あのだから今細かいところまでめちゃくちゃやってたからあれだったけど、すごいでも簡単でしょ。そうですね、拭き取りとかも簡単でしょ。通常ね、普通のコーティングでやっぱこうムラになりやすくて、拭き取りがすごい重かったり難しいんだけど、これ本当に初心者の方でも丁寧にやれば絶対できるんで、これ通りにやれば間違いなく大丈夫。なんかこう最後トップコートやったらすごいツルツルだったでしょ、拭き取るときに。テカテカになった。これね、このトップコートのすごいの、こういうところこうやって、ほらタオルが落ちるんだよこれ。触ると分かると思うけど、ぬるぬるだから、これそんで、あとこれ今施工したばっかりなので、うん、あとね2日3日経ってくると、はい、どんどん硬化してくるんで、この状態でもう運転しちゃっても全く大丈夫なんで。いやー、これがまた雨が降ったらね。あ、そうそうそう、今度水をこうね、本当は今やりたいけどもったいないから、蛇口取って、あのホースの先っちょダイレクトにホースかけると、わーっともう水が流れるのが見えるから、それちょっと取っといてください。どうか。分かりました。基本的にはもう洗車したらエアブロー、あれ買っといた方がいいですよ、エアブロー、ブイー、電池の あれで8割方落ちて、水滴だけタオルで拭き取るだけでもう全然大丈夫、うん、今回はこれ M サイズでやりました、うん、M サイズでやって、この車だとちょっと余るぐらいですね。で、あと大げさな話、大切に使えばもう1台軽自動車ぐらいは、ちっちゃい車は2台分ぐらいいけるかもしれないけど、まあたっぷり使ってね、しっかりとね、まあサイズも M、L、XL とありますんでね、車に合わせて、例えばアルファードとかハイエースとかでかい車は XL で、普通の車だったらまあ M サイズでいけちゃいますね。それによってちょっと金額も違うんですね。いや、これ自分でやるか愛着も湧きます。いや、そうなんだよ。で、今回はほら、アメリアもね、子供と一緒に、ファミリーで一緒にできたから、はい、よりこの車がね、3人しか乗れ、2人しか乗れないけどね、うん、そう、でもね、愛着湧きましたね。これだから、これでちょっと確認して、うん、また多分他の車もやりたくなると思う。そうですね、うん、よかったです。というわけで、今日も
素晴らしい実験ができました。ありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。だいぶ綺麗になりました。ありがとうございました。このリアフェンダーの感じ、やっぱ動画だと伝わらないかな。動画ではこれもすごい綺麗だった。伝わらないね、ちょっと。でもすごい、あのパールがすごい光ってます、ね。光ってるよね。うん、いい色ですね。いいタイミングできましたよ。そうですね。良、うん、かったです、ね。どうですか、Z の時代。Z も1台どうですか。これ僕の車ですから、ね、僕の車がね、納車祝いで納車祝いになんと雨宮が、コーティングをしてくれるっていう。あ、そういう企画だったんですね。そういう企画ですよ、実は。騙されてたんでしょ。130R レーシングシミュレーターは、とにかく実践で使える最高のトレーニングマシンだと思います。